あ、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 あ FEC チューンド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  FEC チュンドうんち、おんち、中地ラジオ、略してチチチラジオ 皆さんこんばんは、ちちちラジオパーソナリティの上地でも下地でもない中地です。えー、毎週火曜日この時間は FEC チューンド、私中地が担当させていただきます。いやー、日中めちゃくちゃ晴れて、で、今日6月14日でしょで、昨日からちょっと天気が良くなり始めて、今日まあまあ僕、那覇浦添近辺の天気しかわからないんですけど、その日中晴れてて、 で、マジでもう梅雨明けたんじゃねみたいな。ああ、あの、そういう、なんか空気感あるじゃないですか。なんか夏の風というか、あの、じめっとした感じの、あの夏の蒸し暑い風の感じとかあって、まあ大体例年6月の20日前後に梅雨明けするらしいんで、あれ、ちょっと今年は早めに梅雨明けたんじゃねもう、 明日から行けんじゃんねって思ったら、夕方から土砂降り。何度沖縄に裏切られればいいんですか我々は。降らないと思ってたのに、土砂降りでしたね、夕方。なあまあ那覇近辺ですけど。あんな降るっていうぐらい降られて。沖縄さん、明けてよ、梅雨。今年降りすぎよ、だいぶ。ちょっともう、飽きたよ。 もう雨、死ぬほど降ったんじゃない、ダムの貯水率とか、とんでもないことになってるんじゃない、もう,もうこれ以上溢れちゃうから、そろそろ明日ぐらいからもう、もう本当にマジで梅雨明けるんじゃないかっていうぐらいのね。 えー、雰囲気になってほしいこの頃ですけどもね、えーまあ、だいぶ話変わるんですけども、あのーまあ、このラジオが始まるもうちょうどもう30秒前ぐらいに三木さんのキャンさんと、えー、バックについてちょっとなんかあの盛り上がったというかバックの話題が出て思ったんですけどバックっていうのはその,、まあ、そのなんていうんですかね、えーまあた 恋っいむっするときの男女の位置関係と言えばいいんですかね。そのバックですけど。バックオーライ、バッ,ライバックオーライ、バックオーライ。ガソースさんのバックですね。うん。まあまあ、まあまあその、生命の神秘のバックの方なんですけど、なんで男ってあんなにそのバックが好きなんだろうっていう話になりまして。で、キャンさんはその支配してる感がいいんじゃないかって。 って言われたああまあまあ確かになってそもそもなんでそんな男ってみんなみんなもうほとんどバック好きなんだろうと思ってだってその見たい部分ってそのだいぶ見えないじゃないですかその男性の FPS 視点で言うと何も見えないというかそれ 環境なのになぜ好きなんだろうって思ってでまあその何て言うんだろうな何が好きなんだろうっていうと多分うーんえみんな好きですか改めてちょっと考えてみて男性陣本当に好きなんですかその洗脳されてるだけじゃないですか俺はバックが好きなんだ っていう固定概念に囚われてみんな好きって思ってる節があるんじゃないかなと思って。だからキャンさんのその、あのー、バック発言によって改めてバックについて考えてみたんですけど、確かに俺そんな好きじゃないなと思って。好きか嫌いかで言えばもちろん好きですよ。もちろん大好きですよ。でもその、いろいろなし、 その体がある中でバックが一位説っていうのがちょっとなんか崩れたような気がしますね。うん。皆さんはどうですかちょっと自分の、自分の心と自分の息子に聞いてみて。我々男子、そして僕は、俺は、わしは、本当にバックが好きなのか本当に興奮しているのかそういうのちょっと、 あの問いただしていただきたいですね、うん、でその問いただした上での、えー、その感想をね是非、うん、ツイキャスなりメールなりでなんかコメントを、えー、していただければと思いますね、うん、だってその,大その見たい女性の大事な部分一切見えないしその,その他の単位に 比べると、その、ね、女性と触れてる部分とかも少ないですし、あー、ね結構デメリット多くないかなと思って。聞いて、聞いてみんな、自分の息子に。ちょっとぼ、僕も聞いてみますね。ねえ。ねえも、おい。おい。好きバック。本当にバック好きなのかお前は。 正直に言ってみろよみんながバック好きバック好きなんか好きなダイヤバックだって言ってるからなんかお前バック好きって言ってるんじゃないのか自分は本当にバックが好きなのか大チュッキー大好きでした大好きでしたバック大好きちょっと下品な話はここまでにしましてえー、本日6月14日火曜日なんですけども、えー、僕が所属しているお笑い団体 FEC の えー、毎月のお笑いライブ、FEC お笑い劇場がね、ええー、実は今日、えーもう、もうさっきあったんですよ。で、会場にお越しの皆さん本当にありがたい限りなんですけども、今回は配信もなしというのと、あと、毎回ね、毎月第3土曜日に、えー、僕らライブやってるんですけど、で、6月は FEC 的にはお笑い劇場、 ではなくてお笑い米軍基地も那覇、沖縄市、名護という順番でねあのツアーが土日はほとんど埋まってるっていうこともあって、えー、今月は、えー、6月の14日、まあ、平日に開催ということで、えー、開催させていただきましてで多分、ね、毎月ね6月はだからえお笑いライブやらないんですよもう米軍基地に全集中するんで。 だから、だいぶ、珍しいお笑い劇場を、えー、今日やってきたんですけども、えー、しかもね、場所もね、えー、僕らいつも国際通りにあります、那覇市文化展物館の4階の展物ホールという、まあたいキャパシティが250名ぐらいのところで、えー、毎月第3土曜日にやってるんですけども、今回は、そのお隣、 レッスンルームという <laughs>、もう本当に稽古したりだとか、まあ、FEC 的には F ライブというライブをね、あのー、やるときに使うあの場所なんですけども、そのレッスンルームというところで、限定30名という、まあ、ちょっとミニマムなえライブを開催しました。まあ限定30名って言ったらその、なんて言うんだろう。 そのスペシャル感あるんですけど、レッスンルームの大きさ的に30名がもうマックスっていうね。うん。っていうことで、えー、まあ、レッスンルームで開催したんですけども、いや、楽しかったなあ今月も。うん、ちょっとイレギュラーなお笑い劇場でしたけども。うん、それはそれで楽しかったですね。で、僕がですね、 今その FEC のお笑い劇場、毎月開催してますけども、そのお笑い劇場の、まちょっと運営メンバーというか、まあ出演ももちろんするんですけども、ちょっと裏方的なことも、えやってまして、まあ役職名的には舞台監督と舞台演出の補佐的な、 あの、的なというか、という役職名で、まあ、いろいろ舞台に必要なものをちょっとま、サポートするっていう役なんですよね。 でその中でも一番大きい仕事というのが、その我々毎月ですねあの、ワクワク企画と題しまして、えー、来場者の皆さんが、まあ、ネタを見ていただくだけではなく、プラスアルファ、ほんの少しなんかちょっとワクワクするような企画を、えー、ちょっと演出とか、えー、構成だとかそういうのをしてるんですね。過去には 過去何やったかな過去っていうかまあまあもう今年からしかやってないんでまだその実績とかも特にないんですけども、まあ、会場中、えー、その会場内で流れる、まあ、音楽ですね大体いい僕たちはなんか FEC メンバーで曲出している先輩方もいますのでまあまあ今もねラジオで流れてる曲もそうなんですけど FEC にまつわる曲を流したりだとか、そのライブのコンセプトに合わす曲を流すんですけど、その最近からやってるのは、お客さんにリクエストをしていただいて、その曲を流すっていうのをやったりだとか、あとは、舞台終演後に、舞台上、漫才マイク、独特な、なんか、よくわからん形の,あのマイクあるじゃないですか、あれの前で記念撮影をしたりだとか。 そういういのをやってまして、まし今月がです、ねまあ、梅雨時期の沖縄になぞらえて、えー、水も滴るいい芸人と題しまして、まあ、各芸人がいろいろなシチュエーションでびしゃびしゃに濡れている写真を来場者全員にプレゼントするという企画をあのやりまして。うんまあやって はいいものの、うん、改めてこれはワクワクする企画なのかっていうねその自問自答があるんですけどもまあまあこういうのやってほしいよというのがあれば是非案をねくれていただければ非常に助かりますけども。 で今月はそのビシャビシャに濡れた各芸人の写真をプレゼントしまして。これ、やっぱね、僕がその、あの、いろいろやってるので、全芸人のビシャビシャに濡れた写真のデータを僕が一旦預かってるんですよ。で、来ていただいた方は、その、まあ、大体約1枚ずつぐらいしか当たらないので、 その、もらったものしか見れてないのが、なんか、もったいねえなと思って。ああ、この写真いいなとか、ああ、この写真いいなとか、そういう、なんか、ちょっと中地的推しのビシャビシャ写真がたくさんあるわけですよ。見てほしいんだよなちょっと身内乗り感が強かったかな今回のワクワク企画は。まあまあ、そういうのも、 あのー、ありますので、えー、ぜひ毎月のね、あのー、お笑い劇場をね、あのー、見に来て、遊びに来ていただければと思うんですけども、えー、過去にはですね、あーなんか、僕、いろいろ案出しをさせていただいてまして、えー、来場者、全員、来場者の、えー、希望する方のみ、えーえー、手持ちの、 スマートフォン、アンドロイド、iPhone 問わず、えー、こちらで充電をさせていただきますっていうワクワク企画とかもね、提案したんですけども、うーん、あのー、わざわざ充電したいがためにお笑いライブに来る人はいないんじゃないかっていう、すごく真っ当な理由で却下されたりとかね、えー、ありましたね。うーん、あとはー、そのー、 あからさまに、芸人の中に、一人、あれこいつ、ちょっと人を殺した犯罪者じゃねみたいな芸人が一人紛れ込んでるので、皆さん名探偵コナンとして色々推理して、ライブが終わるまでに、その、誰が、 その犯人なのか当ててくださいっていうのを、あの、提案しまして。まあだからその担当の芸人は、ちょ、ちょっと洋服に赤いシミがついてるとか、ポケットからちょっとなんか、あの、ノコギリの歯が見えてるとか、なんかそういうのがあれよく見たらこいつじゃねみたいな、そういうのでなんか楽しめるんじゃないかなっていう提案をしたところ、えー、シンプルに、えわ、ー、かりづらいワクワクしない ネタに集中できないと、一刀両断されましたね。ちょっと僕のその、やっぱセンスがね、あんまりないんでしょうね。まあまあ芸人からも、あのー、来ていただくお客さんからもね、あのー、いろいろ。 ちょっと提案をしていただければと思うんですけどね。今日、今日はまあとりあえず、えー、各芸人のびしゃびしゃな写真、えー、お届けしましたけどね。喜んでいただけたのかなちょっとわかんないですけどね。個人的にね、やっぱ好きなのはね、あーオードブルのもこもこもとしさん。僕、僕 このラジオでずっと元子さんの話してるな、うん。まあまあでも今回もね、本当に元子さんの写真が大当たりだと思いますよ。元子さんの写真がめちゃくちゃ面白くて、えー、まあ元子さん知らない方のために説明するとですね、えー、まあ見た目をね、例えるとですね、まあこの、その見た目を揶揄するお笑いがあんまりふさわしくない時代に言うのもあれなんですけど、元子さんって見た目がね、あの、おっきい唐揚げにそっくりなんですよ。 あの、自我を持った唐揚げだと思ってください。そんな唐揚げがですね、あの、お風呂。 の湯船に、まあ、お湯か水か分からないですけど、貼って、バシャーンって入り込んでいる最高に水しぶきが上がった瞬間を写真に収めてるんですよ。で、それをね、来場者にプレゼントしたんですけど、なんかね、えー、えデータをね、元市さんからいただいてで、僕がプリントアウトするんですけど、そのもう見れば見るほどね、なんかね、えー、なんか、あの、壮大な 自然を見てるような、ちょっとそういう圧巻性があるという,う、感じなんですよ。なんていうのただ、ただね、ちょっと、ポチャッとした男性が、湯船に入って、水しぶきが上がってるだけなんですけど、なんかあの、自我を持った唐揚げの元さんがやることによって、ちょっと神秘的な、あ、その、ユーラシア大陸とか、オーストラリア大陸とか、 そういうものの、あの、大きな大陸って、こういうなんか地下の噴火とか、隕石のクレーターの余波とか、なんかそういう、あのー、もう人間では手に負えないエネルギーからもブワーンってなんか大陸ができたんじゃないかなっていう、あのー、感想を、えー、なんか抱くようなね、あの写真なんですよ。これねー、 ちょっと話してみてからでもいいかもしれないんですけど、なんかまあせっかくね、撮っていただいた写真ですので、まあ写真一枚。 ですけども、なんかデータでなんか SNS とかでなんかアップしてもいいのかななんて思いますけどね。うん。逆になんか見るに耐えない写真もたくさんあったんですけどね。えー、まあ先輩でもあります、坊主ンんンさん。まあこちらもね、えー、だいぶ滑腐のいい方なんですけども。ただ、びしゃびしゃに、あの、熱い居酒屋で、えー 飲みながらビシャビシャに汗をかいているだけっていう写真。本当に、あのー、なんか、おじさんの汚い部分を濃縮したような、本当に見るに耐えないね、あのー、写真なんですよ。うん。そういうのとかはまあ公開しなくていいです。あ、あと中田さんね。ハンサム中田さんもひどかったなあおそらくなんか PTA 関連の仕事で、 草刈りをしてて、その合間に休憩中に撮ったであるお写真も、なんか、俺、これお父さんだったら、なんか、悲しくなるなっていうぐらい <laughs>。ちょっと言い過ぎですね。すいません、中田さん。FEC の中で尊敬している大先輩のうちの一人ですからね。うんでもなんかうん、もう、なんていうの、あの、あの中田さんがもうなんか、ちょっともう、 お父さんを飛び越えて、ちょっともうおじいちゃんに片足突っ込んでる、片足というかもう、その世界は1、2歩ぐらい進んでるんじゃないかっていうぐらいなんか、まあまあ、その草刈りして汗かいて草もたくさんついて、たくさん運動した後の写真なんで、やっぱり、その、ちょっと老けて見えるっていうのも、え加味してもちょっと、中田さん老けすぎじゃないかなっていう。なんかちょっと悲しい気持ちになりましたね。うーん。 その悲しい気持ちになるで言えば、ゴリラコーポレーションの浩平さんもね、えー、もちろん写真を撮っていただきましたけども、浩平さんは自分の頭頂部、頭の頭頂部をもう真上から撮った写真なんですよ。お風呂上がりかな お風呂上がりに、まあ、髪の毛が濡れたっていう、えー、写真なんですけどね。浩平さんはもう、えー、僕の12個上なんで、37歳の年ですかね。まあ、まだまだ30代ですよ。えー、若いね、その浩平さんの頭頂部なんですけど、ザビエルなんですよね。完全に、ザ・ザビエルなんですよね。 フランシスコ・ザビエルの彷彿とさせる、ハゲチャビンなんですよ、洸平さん。昔からハゲってましたよ。洸平さんはその若い頃からハゲているらしくて、まあ結構僕らもいじったりだとか、洸平さんも自分でいじったりだとかしますけど、ちょっとね、悲しいくらいハゲてて、 僕、浩平さんとも、こう、まあ、プライベートでも仲良くしてるんで、あの浩平さんがなんか、ここまでハゲてたら、ちょっと面白い通り越して悲しくなるっていうね。浩平さんもうちょい粘って、猛ンたちをいたわってあげて、浩平さんは、まあ、金髪でね、すごいオシャレなあの方なんですけど、洋服とかもすごいオシャレなんですけど、髪型も金髪でオシャレなんですけど、もうちょい猛根にいたわるようななんか髪型にしてあげてもいいんじゃない あともう、そのハゲは、もはや笑えないぐらいハゲてるんじゃないですか、光栄さんっていうね。えー、まあ、ちょっと写真をね、あの、回収して、えー、思いましたね。えー、そんなお笑い劇場でございました。えー、来月は7月の、えー、第3土曜日ですね、えー。ぜひ遊びに来ていただければと思います。もちろんワクワク企画もね、えー、用意しております。来月は7月の16日、もちろん第3土曜日。 ですね。えー、若く,く企画発表していいのかな多分もうフライヤーも出てるんでいいと思うんですけども、来月はですね、まあまたちょっと、あの今月にちょっと似てるかもしれないんですけども、まあ各芸人をですね、スマホアプリのフィルター ま、インスタとかスノーとかあの辺が有名ですけども、写真を撮るときにフィルター、ま、なんか、あの、よく見るギャルにその耳がついてたりとか犬になったり猫になったりなんかそういうフィルターあるじゃないですか。それでちょっと変身して、この芸人誰だっていう、そのクイズ展覧会的なのをあの、やろうかなと思ってます。やろうかなと思ってるというか、やりますので、えその辺も、 あの合わせてね、えー、ぜひあの来月は遊びに来てください、えー、お待ちしております、よろしくお願いします、えまあ、だから言うてもね、6月はまあお笑い劇場もそうですけど、なんて言ったって、お笑い米軍基地ね、お笑い米軍基地がありまして、えーまあ、僕の先輩のまーちゃんさんが、企画、脚本、演出、そして制作、総指揮を取っている。 まあ、ビッグイベントがありまして、先週の土曜日が初日で、で、翌日日曜日に二日目を迎えまして、で、今週土曜日にはコザでの公演。で、来週の土曜日には千秋楽名護市民会館での公演というね。で、7月もあったり8月もあったりするんですけども、まあ、そんなビッグイベントのお笑い米軍基地の時期ですよ。もう、言うとね、 ああ。これ見たことない人とかね、ぜひ見ていただきたいですね。えー、まあ、僕はその出てなくてちょっと裏方でね、携わってるんですけども、まあ、でも自分がね、所属している事務所の大きいライブということで、えー、自信を持って見たことない人におすすめしたい。あの、自慢したい。こんだけすごいことやったんだぜ。 俺の所属している事務所は、ま、俺出てねえけど、へへっみたいなことを言いて、同級生とか見に来てほしいんだよなあうーん。 それこそ、お笑いベグギは、その、6月はツアーで回るんですけども、それ以外は、まあちょっとスポットで講演をしたりだとか、あとは学校の、え、教育実習とかでも、教育学習か、教育学習で、え、学校を回ったりとかするんで、結構同級生であ、学校に来たよとか、いう同級生結構いるんですよ。で、やっぱ学校で見るのは、学生の時のさ、その、ね、演劇鑑賞なんて、さ、ね、 ああ基本、我々の学生の時は、もう、うん、正直言うと睡眠時間だったんですよね。うんうん、よっしゃ、寝れるみたいな、なんかやっぱテンションだったんですよ。だからやっぱ学生で見たよっていう人たちも、その、ぐっと、その、目をかっぴらいて、その、見るぞぐってなって見ていないんで、刺さってる同級生もなんか少ないような印象が、印象があるんですよね。 えー、ちゃんとした、ちゃんとしたって言ったらあれですけど、ちゃんとしたホールで、えー、せっかくですかチケット買っていただいて。もしその、尻込んでいるようでしたら、もう僕、チケット代出しますから。それぐらい見てほしい。うん、すさまじい舞台。初めて見たときはもう、感動した感動した感動したこれ,これ、これ、誰でしたっけこれなんか誰か言いましたよ。感動したみたいな。小泉さんか。<laughs> 小泉首相かあギリ僕世代じゃないです感動したボクシング相撲,相撲か相撲で朝青龍の時ですかこれもうちょい前貴乃花さんの時か,のの時か感動した 本当にね、えー、僕、お笑い米軍基地を初めて見たのは4年前。えーも、もう、いやも、もっと前だ。ごめんなさい。失礼しました。4年前じゃない。もう俺結構年1点だった。忘れてた。えー、8年前くらいですね。すいません。<laughs> だいぶ。 いや、だから、18歳、17歳ぐらいの時に、あの、お笑い米軍記者を見て、今なんか、テンション的に4年、4、5年前ぐらいかなと思ってけ8年前でした。すいません。25歳です。よろしくお願いします。かかそんな、8年前ぐらい、高校生の時に FEC 入って、まあ、もちろんその時もスタッフでで、ね、えー、見させていただいたんですけども、いや、だいぶ食らったね。 それはなんか沖縄でその芸人をしていくえ理由の大きな大きな一つと言っても過言ではないぐらいそういうものが全部濃縮されたライブになってるんですよ沖縄でなぜ芸人をするかそして沖縄という特殊な えー、千葉、何なのかとかね、まあまあ、でもなんか、僕がそう,うそういうこと言っても、ちょっと薄っぺらく、えー、聞こえてしまうんで、えー、もうシンプルに見てほしいですね、またチケット余ってるようなので。 小沢も待ってんのかなどうなんだろうちょっと、あの、各種調べていただいて、ぜひ、えー、見てほしいですね。で、まあもう、本当に FEC メンバーの前では絶対言えないんですけど、やっぱりね、その FEC に所属している以上ね、あの、僕ももう、ゼガヒでもお笑い米軍基地出たいっすね。めちゃくちゃ出たいわ。もちろんその、あの、 マーチャンさんにね、台本とか、まあ、全部や、そう制作葬式のマーチャンさんに、出してくださいなんて、その、口が裂けても言えないんですよ。まあ、まあ別に言ってもいいことだと思うし、悪いことでもないし、別に何もないんですけど、なんかそこ言えないというかね。うん、で、メンバーの皆さん、いやー、俺も出たいな、米軍基地とか、なんかね、なんか言えないんですよ。でも、いつかは本当に出たい。 もうちょい、もうちょい、やっぱり、その、多分まーちゃんさんが、僕をキャスティングしないってことは、それなりの理由があるはずなんですよ。必要とされてないって言ったらちょっと辛辣ですけど、まあ、まだ、やることがあるだろうっていうことなのかな、と思いつつね、まあ、来年こそは、とかね、あの、思いながら、その芸人活動を頑張っていこうかなと思います。えいや、出たいちゃんま出して 俺台本を覚えるの早い方だと思うし、コントとか好きよあと俺、自分で言うのもあれだけど、朝ドラ出れるぐらい演技力あるっていう、その、外の評価はあるもんお願いまー、あ、ちゃんさん頼む出たい稽古とかしてるのみんななんか楽しそう きつそうだけど楽しそう。インチキみんなだけあんなに大きい舞台立てて。ナゴホールなんて1000人キャパですからね。まあ、今回はちょっとコロナの影響もあって半分の500名です。それでも500名の前のおっきい舞台。ボクちんも出たいよ言うてもう FEC がいて8年間もいるんだもの。 ずーっと映像出したり、お客さん案内したりして、ね裏方する。まあ、別に、それが嫌だとは言わないし、携われてるだけで、ありがたいけど、どうせ、どうせ同じ日、同じ会場にいるんだったら、ほんと、したいほんと、したいっすね本当に。 あそして、8月はですね、なんと、那覇市民劇場、那ハートさんでの公演が決まってると、なんとキャパシティ 1200! 出たいよ、マッチョンさんなんでもするから、ちょい役でもなんでもいいから、 こう思うようになったきっかけはですね、やっぱりね、僕の同級生でもあります、同期でもあります、デコボコトラベリングがですね、今回のお笑い米軍基地、まあ、那覇公演の先週の土曜日と日曜日限定ではありますけども、がっつり出演してたんですよくやっちーよ、僕まマッチさ 楽しそうにしてそのあ美味いしそうにお酒も飲んでった俺全部裏方で出てないから,だから俺も飲んでいいとか言えなかったお家で一人で帰って一人で悔しいな悔しいなって思いながら飲んでましたよもうまあまあまあとはいえねえまあ事務所総出のねあのライブなので 僕もその与えられた職務はね、あの全力で全うしようかなと思ってます。えー、改めて今週土曜日は、えー、コザのコリンザで、えー、ありまして、来週、その次25日ですかね、えー、は名古屋での千秋楽がありまして、え二、ー、日ともね、僕、あの映像出しという、あの役割で、あの、仕事します。で、コザと名古屋ですね、 もう出演者よりも客席に近い場所に居座って僕、映像を出してます。だからそのあのあ え、先週行われたテンブスでの公演は、そのちゃんとその映像を出す、映像室的なところがあるので、客席とかは別のところにいて、そこから映像を出すんですよ。ただ今週の小座と来週の名護は、普通に客席に僕います。客席の一番前にいて、その隣にプロジェクターとパソコンを置いて、そこでカタカタしながら映像を出すっていうね、あの仕事をしてるので、えー、映像出しをしている私、私中地に、ぜひ会いに来ていただいて、 で、えー、まあ、映像出している僕にね、あの、本番中に、ちょっと、こちょこちょこちょってやって、いたずらして、いやい、いやめやべ、やめてくださいよあ映像出すの遅れちゃったじゃないですか <laughs> っていうやりとりをぜひやりましょう。うん、絶対楽しい。い <laughs> だから、僕、僕今映像出す仕事が、ほら、今、家に戸惑って、う暗い,ままでででいやもんうう、できないじゃんやめてくださいよ <laughs> マチャさんすいません。本当にすいません。お客さんにちょっといざざらされて、もうちょっと映像出すタイミング、ちょっとミスってしまいました。本当ごめんなさい。ぼ、ぼ、僕のせいじゃないんだ。あの、もう、すいません。すいません。って、いうことをやろう今週土曜日。うん、せめてもの楽しみ方。僕なりのお笑い米軍基地。来週、千秋楽がありますので、えー、今週と来週ですね。ぜひ、遊びに来て ください。そして、まー、あ、ちゃんさん、聞いてはないと思いますけども。えー、まあ、多分若手の中では、多分めちゃくちゃ出たいと思っている方だと思いますので、演技力とかはね、演技力じゃないんだよな、多分な、お笑い米軍基地は。 そのお笑いに対する向き合い方とか、えー、事務所に所属している時のその、まあ態度とか貢献度とか、まあそういうのを多分、まー、あ、ちゃンさん総合で、加味してなんか色々、なんかやってくれてるんだろうなと思いますね。うん、本当にすごい人ですよ。キャスティングというかね、合っててるところもね、なんかね、まー、あ、ちゃんさんが今お前に必要なのはこれだぞとか、お前の武器はこれだぞとか、うん。 こうやった方がいいんだぞっていうのをなんかね、コントを通してね、教えてくれる感じがやっぱたまらないんですよね。僕もぜひね、携わりたいですけどね。うーん。カタツリさん、去年、りょうとくんがその立場にいたから来年期待しとく。おおそうだりょは去年、全公演映像出しで入っていまして、なんと今年僕、全公演映像出しで入っている。ということは来年 ばっちゃんさんよろしくお願いしましゅう最後のこのさん「頑張れ頑張れ」しかコメント来てないですけどねあ,ありがとうございますうん、はい、そのーえー、っとねーまあその自分で言うのもあれですけどもえー、まあ朝ドラ「ちむどんどん」に大抜擢されたということで、えー、その話題を先ほど出したので思い出したんですけどもなんとですね そのちむどんどんの僕の映像、まあ、ドラマを見て、まあ、前もラジオで話したんですけど、一見仕事が決まりまして、まあ、配信の仕事だったんですけども、まあ、その朝ドラに出た朝ドラ俳優として、え、ロケ地をね、あの、沖縄の公共交通機関だけで回るっていう、あの、仕事を、あの、先日やらさせていただいたんですけども、それに引き続き、なんとなんと、第2弾のオファーが来ました すごくない、まあ、あるドラマあるドラマのオファーが来まして<ー>、えー、ちょっとぼやっと言いますねちょっとまあこのラジオでしか多分多分本当は言ったらダメだと思うんですけどまあ一応何のドラマかとちょっとぼやっと言いますと、まあ、夏になるとおなじみの、あのー、沖縄って怖い話するじゃないですか沖縄にまつわる怖い話のドラマあるじゃないですか。 うん、それから連絡が来まして、えー、ま、マネージャーを通しての連絡なので、本当にそう言ってるかは分かんないですけど、一応マネージャーから聞くには、えー、そのドラマを見て、ぜひとも採用をしたいと。えー、ぜひ、中志さんでよろしくお願いしますというオファーが来てます。もちろん僕はもう二つ返事でよろしくお願いしますと。 ぜひお願いします。もうありがたい話ですよね。うん。まあ、芸人とはいえ、その、ね、沖縄のドラマとか映像とかには出れるのであればもう全部出ていきたいですから。二つ、千字でよろしくお願いします。と言ったところ。では、早速、オーディションがありますので <laughs>、オーディションの日知を送らせていただきます。一応ちゃんとオーディションから何回びっくりした。今日 まあまあまあ、でもそうか。えー、まあそういう、その、まあディレクターなのかな、監督なのかな、放送作家なのかわからないのが、その人のお眼鏡にかなった人たちを何名か集めて、その上でオーディションをして、その中でも良かった人でドラマをしたいっていう、まあ、その、より良くいい作品を作りたいっていう、その、あの、心意気というかね、職人魂を感じましたじゃあぜひ、オーディションを受けさせてください。言ったところ。 そのオーディションがですね、なんと、もう、明日なんですよ。明日に控えてまして。まあ、それこそ、ね、すごいちむどんどんしているわけなんですけどもね。え、オーディションが明日あるんですよ。で、こういう時って大体ね、もう先々のスケジュールまで確認するんですよ。オーディションが、まあ、まず明日と。 で、えー、いついつに台本の読み合わせをしていついつに衣装合わせをしてでいついつに撮影しますこのスケジュールで押さえてくださいっていうふうに振られるんですよ。 で、順番によくもちろん、あの、スケジュールの調整をしていきます。まず、オーディション日。明日、明日なんですけどまあ、明日バイトがあったんですけどまあ、バイトはもうサボるとして。もちろん、あの、ね、ドラマの方が大事ですから。えー、まあ、明日のバイトはサボるとして。バイトをサボってオーディションに行くとして。えー、大丈夫、えー。台本読み合わせ。ああ、全然、普通に空いてるな。衣装合わせ。あ、全然空いてますね。えー、撮影日が、えー、7月。ああ、もう結構少なんだ。7月の、えー、9、10、11、あ3日間。あしか 多分これライブがなない日だだ大丈夫そうだ一応念のためスケジュール帳見とかスケジュール帳開く7月9、10、11キングオブコントの予選で俺大阪行ってる人丸かぶりなんですようそう。<laughs> しかももう飛行機とか色々手配もしてキングオブコントのそのーあの何、ー、て言うんですか、うん、えもう出るっていうその応募もしちゃってるんですよマジかと思って。 あまあまあでも、こういうのはもうしょうがないかも、運がなかったっていうことで、今回はもうちょっともう多分撮影日はね、絶対ずらせないんですよ。例えば、台本読み合わせとか衣装よ合わせとかは絶対できるんですけど、もう撮影日はもうその日でロケ地とかもいろいろ申請とか、まあその他いろいろありますから、もう絶対無理なんですよ。ああ、今回出れないかっていうことです。マネージャーにその旨伝えて。 ちょっと実は、この撮影日の7月911は大阪にキングオブコント予選を受けに行くんで、あの、厳しいです。で、マネージャーも、あそうか、それはもうしょうがないね。じゃあじゃあ、了解しましたっていうやり取りをして。で、もう、とはいえ、だいぶありがたい話じゃないですか。まあ、オーディションからとはいえ、名指しでね、ぜひ中地さん、オーディション受けてくれませんかという、ありがたいお話をいただいたので、一応やっぱり、もう一粘りしてみよう と思ってダメ元でだいぶだめ元ですよ。まあ、一応オーディションだけ受けて、まあ、本当にその凌駕しちゃったら撮影日変更も加味した上でちょっと僕のことを先行していただくっていうのでどうでしょうかとちょっと先方さんに伝えていただけませんかと。 ダメ元ですし、もしかしたらこれは先方にとっては失礼なことかもしれないですし、あとはもう傲慢ですよ。傲慢なお願いですよ。でも一応ね、話を振っていただいたので、やっぱり、えー、粘りたいわけですよで。マネージャーも分かった。じゃあそういう旨、伝えさせていただきますと言ったところですね。マネージャーから、長智さん、やはり明日のオーディション、 ぜひ受けてほしいとのことです。えじゃあ僕は明日のオーディションの,その頑張り次第その審査員の皆さんの心の動かし方によってはもしかしてもしかすると撮影日をずらした上で出れる可能性があるっていうことですかいや、撮影日は動かせないらしい。 どういうことでしょうか <laughs> えっと、ちょっと言いづらいんだけど、えー、オーディションは受けてもらいます。はい、ここまでは大丈夫ですよ。その次、撮影日がずれ、ずらせないというのはどういうことなんでしょうかそう、そのまま7月9、10、11で撮影する予定ですと。えっと、 口でも LINE でも伝えましたけども、僕はその時沖縄にもう丸かぶりでいない。これ伝わってます。はい、伝わった上で撮影する。どういうことがもうはっきり言ってもらっていいですか今回、中地はオーディションを受けていただきます。しかし、えー、えー、採用はないです。じゃあなぜ僕はオーディションを受けるんですか なんか先方さんが言うには会ってみたいいう <laughs> 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 明日僕不採用が決まっている地獄のオーディションに参加してきます <laughs> <laughs> なんオーディションじゃなくてだからマネージャーはいいようにまあ その、オーディションって言ってますけど、明日、その、ドラマを作っている方々と、おしゃべりしに行くっていうことなのかなうん、ちょっとスケジュール、あの、明日オーディションから、明日おしゃべりってちょっと入れときますね。うん。そう明日おしゃべりしに行くんですよ、大人と。なぜか。 何この予定。どうせだったらその、飯食いながらとかの方が、ご飯食べに行きませんかも,もちろんあの、こっちが出すんでぐらいで。なんか、うん。みんなでラーメンとか食べに行きたいなうん。明日僕、16時56、えー、なんかいろいろな大人とおしゃべりしに行きますので。 えー、まあ来週ね、ねこの結果とかもね、えー、ぜひ、まあ、まあいい結果が出ないのは分かってるんですけどもその辺の話も来週させてくださいもうね、なんかもう受からないって決まってますからじゃあなんかもうちょっとボケに走ろうかなみたいなちょっと自暴自棄になってるんですよ。 一応まあドラマのオーディションでこれぐらいの年齢層で,で設定はこういう設定でまあこういうあらすじがありますみたいななんかそのあの軽い台本的なのをいただいてるんですよで当日はそれに寄せた衣装ももしよろしければお持ちくださいみたいなね <laughs> 失礼しましたあの言われてるんですけどもうそれもなんかしっちゃかべっちゃなかな,なんかことしようかなとかね ああ思ってるんですけどねうんどうなんだろうそれがいいのか悪いのかそのちょくちょく言ってるんですけどそのあのー、あのちむどんどんも僕オーディションであの, <coughs> あの選んでいただいたんですけどもオーディションもねすごいなんか気合い入りすぎて 俺は芸人としてオーディションに参加している。俳優には絶対負ける。俳優には演技力で負ける。じゃあ、俺が俳優に負けないものは何だって、自問自答した結果、そうだ、俺はネタだと思って。 オーディションって大体その、じゃあまず軽い自己紹介からお願いします。はい、えー、沖縄県出身25歳、FEC という沖縄のお笑い事務所に所属しています、えー、中地です、えー、本日はよろしくお願いします、みたいな、なんか、あのー、挨拶をするんですけど、そこで、ちょっと俺、ネタやろうと思って、うん、あの自己紹介ネタをね、あの1分半ぐらいで作って <laughs>。あの はい、どうも、よろしくお願いします。えー、私、FEC という沖縄のお笑い事務所に所属しております。上地でも下地でもない中地、中地として活動しております。改めて中地です。今日はよろしくお願いしまーすはい、ということなんですけども、みたいな <laughs>、これぐらいバチバチにかましてやったんですよ。今思えば痛いやつだなと思うんですけど、それやったんですよ。で、えー、 それを全員をあの多分、ね、20名ぐらいいる中20名ぐらい一斉面接したんですけど僕だけ異色なその自己紹介をしてその後に一斉に、えー、質疑応答をしたんですよ。あじゃあ、何々さんは、えー、今回陸上部員の役を演じてもらいますけどなんか運動とかされてましたとか、はあ、そうですね、私、はい、昔は、はい、あの結構運動とかは得意でとあそうななんんですねなんか部活とかされてました。はい、そうですね私は えー、え、小中高、えー、えー、一応、吹奏楽部をしていまして、いや、運動関係ないやしょ、お前みたいな、ヤジとかもバンバン飛ばす、やばいやつで。うん、周りシーンですよ。ウケないですよ、一切。いや、まあまあまあ、な中地さんの番は今、違いますか、中地さんは、えー、後ほど聞きますからね、みたいな。うん、とかいう、もう、ヤジもバンバン飛ばして。えー、じゃあ続いて、中地さんで、よっ来ました 何でも聞いてください運動はされてましたが野球をやってました野球大好きですえー、野球のどういったところが好きですかゲームが大好きですパープロくんというゲームずっとやってますみたいなもうずっとやばいやつだったんですよ <laughs> もう今の本当にねもう言ってるやつですよ危ない来なくって言ってるやつですよ本当。目パッキパキで <laughs> 怖っ で、でも、それで、<laughs> あのー、オーディション受かったんですよ。受かった後も、あのー、その監督さんから直々に、いやー、ちょっと中地くんのオーディションは、ちょっとパンチあっても脳にこびりついちゃってさ、いない、は、あの、その NHK の方ね、全国津々浦々オーディションやってるけど、いないよ <laughs> 俺は好き。多分、大多数の人は、落とします。途中で退席していただきます。それぐらいやばい人だったけど、でも、その、浮からんとする、その、 パッションは、本当にすごい良かった。褒めていただいて。だから、一応、それはやりすぎだけど、じゃ明日のオーディションも、まあ、不採用が決まっているっていうカスみたいなオーディションではありますけど、一応、だからその辺をね、なんか武器になんかできたらいいなと思ってますね。一応、まあ、オーディションは不採用決まってますけど。何度口に出しても全然意味わからないな。不採用が決まってるオーディションって何 うん、まあまあでも、とはいえあっちはその、まあせっかくですから受けていただければ幸いですって言っていただいてるので、明日はまあそういう、まあマインドは持ちつつね、うん、あの、まあ痛くない程度にオーディションに参加して、まあ今後ね、まあ次、 また撮るんだったら、あ、この前オーディションで、あの、自己紹介の時に、あの、死ぬほど滑ってシーンって刺した中地くんもいいかもな、みたいななんかもしかしたら、パンってね、引き出しの一つに中地っていう、あの、キャラクター人間が一個入るかもしれないので、じゃあ明日は明日でなんか手を抜かず、いつも通りなんか全力で頑張ろうかなと思ってるんですけど、改めて、そ採用が決まってるオーディションって何絶対意味わからん。びっくりするわ。あー。 まあでもね、えー、僕以外に受けるのがですねこれ言っていいのかわからないですけどデコボコトラベリングの亮と多分だから僕は不採用が決まってるおそらく多分だからそのまま他にもたくさんいると思いますけど亮と行くんじゃないかなうどうせ俺落ちるんだったら亮と絶対受かってほしいわ亮との面白い話とかしようかな明日。 はい、え演、ー、芸集団 FEC という沖縄のお笑い事務所に所属しております、えー、中志です。よろしくお願いします。えー、そうですね。あの、同じ事務所に、えデコボコトラベリングのリョーとというやつがいまして、あ、僕同級生で仲いいんですよ。はい、えー、僕とりょはあの、両方喫煙者で、その中両ょはですね、えー、アメリカンスピリットという銘柄のタバコを吸っておりまして、こちらのタバコはすごい特殊でですね、普通のタバコの燃焼時間、まあ、一服する時間が大体5分から6分なんですけども、アメリ 時間スピリットという両党が吸っているタバコの銘柄はその燃焼時間が長いです。ごい有名なんですよね。1本するのにだいたい8分から10分ぐらいかかると言われています。そんな8分から10分ぐらいた。あのー。 吸うののにかかるあの時間のかかるる時間タバコをですね両とはデコボコトラベリングの両とは、えー、強靭な肺活量で、えー、3分で2本を吸うというね我々、タバコ界のホープと言われている同期 <laughs>、えー、がいる、えー、そんな党と,と友達の中志です、今日はよろしくお願いします。<laughs> これ、インパクト残るっしょ俺も両とも2人揃って不採用説。<laughs> <laughs> 両ョごめんでも、俺、不採用決まってるからさ、うきん、っと出るか、今日と出るか、まあ、今日の可能性大ですけども、でも俺、これで一回朝空撮ってるから、明日もしかしたらテンション上がったら、両ョウのこともちょっとかますかも。両ョの分もかますかも。ああ、それは申し訳ないか。あまあまあ、でも、どうせだったら、両ョに出てほしいね。両ョが決まったら、また改めて、この、 えー、ラジオでね、告知させてください。もうもう、あの、夏にはおなじみの、あの、もう、沖縄の、えー、怖い話にまつわる、あのドラマです。もう、ほぼ、ほぼドラマタイトルいっちゃってるんですけどね。えー、沖,沖縄の怖い話にまつわるドラマ、ぜひ、えー、見てみてください。よろしくお願いします。いやー、いいですね。 えー、まあ、両都とかは、あの、短編映画に出てたりだとか、うん、まあ、なんかそういう、あのー、知ってる方々がね、えー、映像作品に出てたらね、もうめちゃくちゃやっぱテンション上がりますからね、えー、それきっかけで見たくなるとかね、うん、で、そんな、えー、まあ、もうちょっと時間も間もないか、うん。 えーまあ、今日もね、たくさん話したいことたくさんあったんですけどね、えー、54分までか。えー、まあまあ、じゃあ最後にね、これだけ、なんかすごい、なんか、久しぶりになんか、その SNS 見てて、うわーわかるわーって口に出しちゃった投稿があるんですけど、キングヌーのボーカルの井口さん、井口、悟さんって呼ぶのかな、あれ。井口さんがつぶやいてた投稿なんですけども、 えー、郵便受けを見たくないなぜならそこにはたくさんの現実が詰まってて開けると、えー、現実にうち、えー、ひしがられて嫌、えー、になっちゃうみたいな,なんか投稿しててうわめっちゃわかるわーみたいな僕うんちの家のねその郵便受けなんかねちょ,ちょっとだけ下の方が隙間あって。 入ってるか入ってないかが見えるんですよ。入ってるのとか見たらね、ああ、もう何の請求書もう、まあでもまあ今見たとって夜遅いし別に今から洗えるとかないかまあまあとりあえず明日見ようみたいななんか理由をこじつけてなんか開けない時とかが結構多々あるんですよ。これ見てマジそれと思って、なんかさ、請求書とかさ、そういうものってなんか大体、 大切なお知らせ、てん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 みたいななんかもう、今日、今日文字で書かれてるじゃないですか。それもやめてほしいんだよな。それすらもなんかもう大切なお知らせであればあるほど、それが強調されてあればあるほど、なんか、もっと見たくなる、くなるからさ。もっとポップにしてほしいんだよね。うん。まあ、一応、これ、 中地さんの手元に届いてるんだったら、見とけば、みたいななんか、ポップな、ドンキの、ドンキポップ文字書いててほしいわ。あの、プリプリなやつ。うん。プリプリ文字で、ラブレターかもよ、はてな、みたいななんか、そんなんで、えー、ラブレターそんなわけないでしょ。だって沖縄電力さんから来てるよ。沖縄電力さんが告白される。中地でした。<laughs> 長いタイミングで終わってしまいましたけど。<coughs> <coughs> 請求書はね。テンション。あ、下がるんですよね。今週ありがとうございました。ちょっとあのコメントがえー、拾えなかったんで拾わさせていただきます。カバさん初めまして。めっちゃ受ける。ありがとうございます。初めまして。どなのかな？引、えー、き続き聞いていただいてますかね？番組冒頭にコメントしていただいてますけども。えー <laughs> さん話の振れはどうなってるのうんまあ、まあーんまあ、ブ,レブレブレですからね僕はずっと写真全部見たいああねえその芸人に確認してアップしてもいいですけどねとかあと FEC の LINE で公開してもいいのかなちょっとアルバムにしてうんえー斉田の剛さん,なんかずっ と僕を鼓舞していただいている時間帯がありますね、うん、コメント欄で。荻野大月さんこんばんはこんばんはありがとうございます。お久しぶりですね、えー久。久しぶりじゃないか。最近ちょくちょくコメントいただいてますね、えー。キャン風間さん俺も俳優の仲になってみたいめっちゃ合ってるからめちゃくちゃ合って芸人の中千シカってない。<laughs> 俳優の中千は。 えー、基本現場ではガチガチにしてるんであのただの面白くない25歳の,の、ね、<laughs> その辺の25歳なんかその辺の大学生よりもあの面白くないずっとたばこを吸っている25歳になっちゃうんであんま見ないほうがいいかもしれないですねなんわけあるかいまあまあ、えー、請求書の話ですかね、うん、大事なお知らせって書かれてたら嫌になりません それだももうさ私今日のファッションはそうだよ、ファッションが気になるんですよね全体はちょっと映せないですけど普通の格好ですねユニクロのこのシャツでまあ MM 技能も結構これ着てくる頻度高いですね。とまあ普通の黒の古着屋さんで買ったこれ千。 1000円ぐらいのズボンですかね。普通ですよ。こ奇抜な格好してこないですよ。スクローズって感じ。ああ、まあ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 、確かにね。でも、あげけーーって流れです。まだ雨降ってるよな。うん、降ってる。や,やだ、やばいけ今日バイクなのよ。気をつけてね、カッパ来てきましたよ。もうちょっとしたら開けるよ。

いや、だから次また機会があれば使いたいってことじゃんのあ、ね、まあね、それに繋がるかもしれないく、うん嬉しいお話じゃないのご視聴ありがとうございました。うん、まあ6月は、えー、お笑い米軍基地の時期となってますので、もしよかったら、あの沖縄の方見に来てください。えー、会場で えー、飛び切りの、えー、すんロくろわず、絶妙なタイミングで映像を出しているのが僕なので、その辺も加味して、えー、ぜひ会場に足をお運びください。えー、ちょっと早いですけど、終わりましょうかね。えー、今週も聞いていただきありがとうございました。ということで、この時間お届けしたのは、えー、父々ラジオパーソナリティの上地でも下地でもない中地でした。おやすみか